早速、はい、じゃあ早速ちょっと始めたいと思います。タイトルとしてプリントすると写真がうまくなるということなんですけども、ズバリ本当に岡島さんうまくなるんですか、これは。いや、うまくなりますよ。もうずっと僕、ね、子供の頃から写真やってて、とにかくプリントしないことに始まんなかった、まあ、そうやってね、写真がうまくなってきて、まあ、今日に至るわけだ、ね、はいはい、でも皆さんもフィルムの時代の時は、ね、インデックスのプリントとか、まあ、普通ですよね、同時プリントとか、ね、当たり前でしたよね、うん。今回説明するのは何か新しいことっていうことではなくて、まあ、デジタル時代でもプリントをしながら自分の写真を見てみようというのが、まあ、今回のコンセプトということですね。はい、でまず始める前にですね、もし、今スマートフォンお持ちの方いらっしゃったらですね、まあ、Google でですね、デジカメっていうふうに検索してもらうと、まあ、トップの方にデジカメウォッチっていうサイトがあると思うんですよ。で、はい、入るとですね、今一番上 のトップの記事に、まあ、岡島さんがなんか生徒さんと、プリント見ながら話してる写真があると思うんですけども、そこをちょっとクリックしていただくと、まあ、今日これから使う写真がね、写真がですね、あるので、まあ、出てきます。だからこの画面とこのモニターとあと実際にプリント後でお配りしますけども、まあ、それとちょっと見比べてみて、まあ、どういうふうに色が違うのかみたいのをちょっと楽しみながらですね、そうですね、やってみてください、はい、じゃあ早速スタートしましょう、はい、で、そのなんでプリントじゃなきゃいけないか、はい、まあ、今のデジタル時代でですね、パソコン画面じゃうまくならないのか、まあ、決してパソコンだけじゃダメっていうわけじゃないんですけども、どういう、ね、違いというか効果があるかっていうところをちょっと整理したいと思いますか。はい、パソコン画面だと、まあ、自分の写真を客観的な目で見ることができないっていうのがね、はい、あります、はい、うん、実際そうです、写真教室とかの、ね、生徒さんのセレクトとかね、いろいろ見ててもですね、ちょっとなんか見れてないなと、うん、それから表示スペース狭いですよね、パソコン画面十分とは言えない。でその中で比較したりとか全体をね見たりしづらい経験ありますよね。それとここポイント、画像処理のきめ細かい調整の違いがね、パソコン画面だと分かりにくいんです。なので今結構インターネットで上がってる写真なんかを見ると、調整のやりすぎのものが多い、違いね、ちょっとの違いが分からないので、どん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 やっちゃうんですよ、うん、でどん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 やっちゃってる、そのやりすぎっていうことにも気づきにくい。それから、まあ、比較しないとこう行き過ぎちゃうっていうことですね、そうやりすぎちゃうんですね。まあ、そこちょっと今日ね話ができると思います。 それと長時間の作業だとね疲れませんか、うん、疲れますよね。それで疲れてくると集中して見続けることができない。でもテレビとかだとね結構長時間見れたりするじゃないですか。あれ多分ですね動いてるからだと思うんですよ。動いてるのと、うん、あとやっぱり干渉距離が遠いってのもあるんですね。そういうのありますよね。パソコン画面かなり近いところで見てるので、ね、そういうのもあると思います。で、まあ、そういう環境で見てると、まあ、セレクトとかですね調整の判断の迷い、まあ、これでいいのかな、そういうこと、それから判断アバウトになったり、はい、そういう傾向があるということで、はい、で一方じゃあプリントだとどうですか、はい、プリントだとですね、まあ、写真を見返したり選んだり、まあ、並べられますよね、プリントはね。やっぱそこがいいところですよね、うん、並べて比較しながら前後見ながらっていうことができるということですね、うん、あとは、まあ、パソコン画面ではなかなか気づかない、まあ、不自然な部分とかね、アラとかね、そういうものが分かりやすい。それと目が疲れにくい。で長時間集中して見ることができる。これはこういうモニターだとですね、光を発光しているもので、プリントの場合は光を当ててみる、まあ、透過光と反射光の違い、それによって、まあ、こういう、まあ、効果がある、まあ、今電子版のね、デバイスも多いんですけども、まあ、実際やっぱり印刷されている本の方が読みやすかったりするのと、まあ、同じかもしれないですね。そうですね。で細部まで目が届く、まあ、それによって観察とかですね、はい、判断を瞬時に行える。だからじっくり見なくても意外に細かいところまで目が行き届くっていうのがプリント。これはですね、実際にそういう、こう検証結果っていうのがねあるらしくって、うん、どうしてもパソコン画面だと漠然と見てしまう。でプリントとかね、はい、紙に印刷したものだと批判的な目で見る。ですから自分のプリントをね
写真をプリントして見ると自分の写真を批判的な目でね、うん、結構見たりする。でそれがなんとなく次の撮影の時にですね、それを自然と矯正したりとかそういうことにつながっていく、まあ、目を養うっていうことのトレーニングになるっていうことですよね。そうですよね、はい、まあ、福島さんなんかも雑誌の、ね、仕事をやってて、まあ、文字構成とかあると思うんですけどね、はい、パソコン画面で文字構成やると結構ね誤字脱字がね私なんかも原稿あるんですよ。その通りです。だからもう最終的にやっぱりプリントして赤字でないと、うん、そう、まあ、やっぱりダメですよね。見つけられないですね。意外にですからプリントアウトしてると斜め読みしても誤字脱字見つけたりしますよね。やっぱりあの画面だと集中して見ちゃうんです、ある局部的なものを。でプリントしてると全体をこう見たりあの部分を見たりっていう、それがこう瞬時にできるというのが多分いいところなんですね。そうですね、まあ、写真見るのもそれが大切ということですね。そうです、近寄って見せたり話してみたりで比較しながらそういうふうにして作業を進めると、はい、まあ、調整やりすぎたりとかですね、そういうことを防ぐことができる、そういう効果があります、はい。じゃあちょっと手順を追ってですね、はい、解説していきたいというところです、はい、で写真が上手になるって、はい、多分ね皆さんね撮影ばっかり頑張ってんじゃないかなってね、撮影だけじゃなくてセレクト、それから画像処理、そういう部分もバランスよくね向上していく、そうするとね写真が良くなっていく。でまずはセレクトのことなんですけども、はい、これはですね、プリントスタジオプロというねソフトで表示している画面なんですけども、まあ、プリントするためのソフトです。でこれあのインデックスプリントをね、はい、まず作るんですね。あそこにレイアウトっていうところがありましてね、はい、ここですね、そこで選べば、まあ、大丈夫。いくつか、サイズがあるんですけども、はい、まあ、小島さんよく使われているのがこの A4 サイズで 4×5 そうですね、うん、でじゃあこれをちょっとプリント見本あるのであの配って、まあ、だいたい細部見なくても構わないんですけども、コマの一コマのサイズがまあ、どのぐらいかみたいな感じでちょっと見ていただければと思います。でポイントはあの写真だけじゃなくて撮影データを入れてるってことですよね。ビグジフ情報を一緒にプリントできるんですね。ですからインデックスプリントでなんかちょっとこの写真なんでこんな明るすぎるんだろうとかね、なんか、おかしいなと思ったら撮影データを見る。そうすると、ね、絞りとかシャッタースピードとかなブレてた、シャッタースピードがえらい遅くなってたとかね、はい、そういうふうに撮影データと照らし合わせながら写真を見返していく、まあ、そういうこともですねセレクトの作業の中に含めるといいですよね。でこれちなみにあの、光沢ゴールドっていう紙を使ってるんですけども、だいたい1枚35円ぐらいかな、そんなに高くない紙でやっています。だから全部が高い紙である必要がないので、インデックスプリントはあれですね、普通紙じゃなければちょっと普通紙だと判断できないので、うん、まあ、光沢の、比較的安価なものでいいのかなというふうに思います。そうですね、フィルム写真の場合はねインデックスプリント、まあ、ベタ焼きコンタクトプリントって言うんですけども、はい、基本は光沢紙っていうふうに言われてます。っていうのは細部をね結構ね近寄せれば細部が見えるじゃないですか。で半光沢だと少しそのピントとかね細部がちょっとそうです、ね、紙の面質でぼやけてくるので光沢の方がシャープですよね。でここでのポイントはあれですよね、撮影した時に削除しないっていうことなんですよ。そうです、やっぱりどうしても失敗したんでその場でこう削除しちゃう人多いと思うんですけども、やっぱそのなぜ全部をやっぱりプリントしてなぜそこで自分が失敗したかみたいなものも、まあ、経験になるっていうことなので、そうですね、それはしないっていうのがおすすめですね。ですから例えばうっかりシャッターボタンが、ね、触っちゃって地面が映っちゃったとかね、そういうものも私は消さないでそのまんまですからこの、ね、中に入ったりとかするんです。でも結構そういうものがですね、インデックスプリントでこう時系列でプリントされるじゃないですか。そうすると自分の行動とかね撮影時の思い出すんです、うん、このコマとこのコマの間にお昼何食べたのかね、うん、そういうのが意外にね選ぶ時の自分の気持ちとかそういうものを思い起こ す、ね、そういうプラスにもなってきます、はい、じゃあなぜこのサイズかっていうのをちょっと説明してもらっていいですか、うん、これはですね、はい、この映ってるモニターは、まあ、24インチの、ね、ディスプレイ、まあ、皆さん大体このぐらいのサイズ、ね、使われてると思うんですけど、うん、とほぼですね A4 のプリントっていうのは、ね、同じぐらいの、ね、はい、大きさなんですね。で、まあ、先ほど紹介しましたけどもやっぱり発光しているものと光を当ててみるのの見え方が違うっていうところ、
それから1コマ1コマがだいたい35ミリ版の、ね、フィルムの時 の、はい、のサイズにまあ結構近いっていう、ね、それちょっと大きいかもしれないですけどね、まあ、少し大きいですよ ね、うん、そんな感じです。でこれをまあ撮影データと照らし合わせながら選んでいく、はい、ただここで一気にこれって1枚選ばないっていうことです ね、ポイントとしては、まあ、アバウトにこう全体像を使うぐらいですね。このシーンがいいなっていう、うん、例えばここに写ってる写真だとここにね3枚撮ってますからね、はい、この中のから1枚でベストショットを選ぼうみたいな感じでね決めていく、うん、でそこで次のステップとしてはあこれですね。これもこれ多分皆さんがパソコンで写真を選べるときにこういうふうにやってんじゃないかなっていう、はい、これ、9枚並んでます。まあ、1つのシーンで9枚撮ってるんですね。まあ、私もね結構しつこくね撮るときはねしつこく撮るんですよ、ね、でもね大体ね最初の1枚が良かったりするんですけども、まあそうですね、まあ、こういうふうにですね、9枚並べると、はい、結構ねちっちゃいんですよこれ、まあ、これでかいですけどねこれは大きいけど皆さんの環境でこれで多分できると思いますけどね、うん、1枚1枚がすごくちっちゃくなる こんなに A4 ぐらいサイズあれば十分なんですけど、うん、で細部を確認しようとすると、これね全部ね拡大して、はい見るわけ見ますよね拡大してねたくさん撮ってると、うん、でまずね、はい、この作業をやってる途中に嫌になっちゃいますもうこれでいいやとせっかくねもうしつこくしつこくいい写真を撮ろうと思ってね9枚も撮ってんのにもうね投げやりになっちゃうんですよこれだから若干位置違ったりするからそう岡島の位置調整してるんですよねこれそうなんです、拡大率はね、はい、統一してるんですけども、手持ちで撮ってるからね、映ってるものが動いてるんですよでそれを位置を調整して並べてるんですね、はい、でもう嫌になっちゃうと嫌になっちゃいますで多分このね、はい、これとかこれとかちょっとねブレたりボケたりとかしてるでしょだこういうの外しちゃうと思うんですよ、うん、これがねセレクトで良くないところパソコン画面で選ぶと消去法でね選んじゃうんですよどん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 、はい、あピントが甘いとかそういう基準で外していく白飛びしてるとかなんだって言ってどんどん落としてって、うんまあ、最後に残ったのがベストショット本当にそうかっていうことですよね、うん、それはね、そうなる場合もあるかもしれないけど、意外に少ないですよだから消去法じゃなく積極的に選びたいなでもパソコン画面だとまずこの辺はね外しちゃうでしょですよ、ね、でも実際に、まあ、全体はこういうふうに見えてるんですけども、これをさっきのちょっと真ん中のあたり、はい、ちょっとねボケたでしょ、はい、でも A4 サイズのプリントぐらいだったら気にならないですよ、ね、むしろちょっと入れてる方が同感表現出てていいみたいな場合もありますからね。そういう風にプラスにね、捉えることもできるのでパソコン画面で拡大したり縮小したりそういう風にして選ぶんじゃなくてじゃあこのシーンをねどうやって選ぶかっていうのは、はい、ちょっと待ってください、はい、こういう風にですね要するにこの次のステージとしては 2L 版っていうちょっと大きいサイズ、まあ、A4 まで全然いかない手札サイズって言われてるやつですよね、うん、それに出してみる、まあ、L 版でもね別にいいんですけども、まずは、ちっちゃいサイズでいいので、プリントしてみると、うん、で並べて大島さんこう立って見てますけど、うん、これはで、まあ、大体皆さん机でね見たりするんであっちは三角なんですけどその違いっていうのはこれだと近すぎるんです、あで写真を一枚一枚を視線を動かしながら見てしまうのでパソコン画面で切り替えるのと同じになっちゃう、うん、つまりテーブルに並べてみるとこういう感じですねパソコン画面でこうやって切り替えてみるでしょ皆さんこれとこれどっちがいいかなってやるでしょこれと同じような見え方になってしまうんですね、うん、なるほどで床に置いて立って見てますこれはかなり俯瞰からね全体をね見て全体が視界に入る中で見てる中で、多分ね一番ねいい写真っていうのが、ね、パッとね見えるんです、ねまあ、さっきのだから消去法じゃなくて積極的にどれがいいかっていう これがいいって、うん、で直感みたいなものは結構重要ですよ ね、 それねで、うん、デジタルカメラマガジンのプリント部門の、今公開審査っていうのやってるんですけどね私審査やってて皆さんが応募してるプリントを見る時間っていうのは1枚あたり1秒以下ですね一番最初ですよね最初選べてパッ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 だそこに止まる必要があるってことですもんねそう、うん、それぐらい他の審査やられてる方もそうですよいろんな方の審査風景私もね一緒に審査したりとか見たことありますけどもかなり早いですよ見るときでじゃあじっくり見てもね、うん、結果は一緒なんです、うん、
それから写真を展示した場合でもギャラリーの空間に入ってパッと、ね、目に留まる写真っていうのは、ね、あると思うんですけど、はい、そういうふうに見る人、まあ、鑑賞者とか選者の立場に立って見たりする場合は、まあ、自分の写真だけどある意味客観的に写真を見たいっていうことですよね、うん、なるほど。そういう選び方をするためには鑑賞距離をしっかり十分取って行う。はい、それで次がそう、まあ、いくつか絞ったわけですね。そうですね。この場合4点、うん、今度ね A4 サイズだと床に置いただけだと近いんです、はい、まあ脚立かなんかに登って見るとかね、なかなか、まあ、疲れちゃいますね、うん、まあ壁に貼ろうとか、壁に貼るとか、まあ皆さんご自宅だと、テーブルのね、はい、棚の上とかね、そういうところに置いて、こういうところに置いて離れてみる、はい、そうすると壁にね立てかけたり貼ることによって近寄って細部を見たり離れて全体を見たり、でそういう風にして鑑賞していきながら選んでいく、はい、その場合も消去法じゃなくてね、これだっていう感じで選べるといいですね。そうですね、うん、これ結構大事です。コンテストの写真とか見ててもですね、きっとセレクトで失敗してるなって、もっといい写真あるのにっていうのがね、分かるんです。で、まあ、1枚決めたとして、はい、まあ、そこで少しやっぱり皆さんもロー現像したり画像処理したりすると思うんですけども、まあ、そこでもちょっとプリンターを使うといいことがあるということで、ちょっと解説していきたいと思います。そうですね、フィルム写真の、ね、経験、暗室をやったことがある方は分かると思うんですけども、とにかく1枚プリントして明るいか暗いか判断して、暗いと思ったら明るく設定してプリント、もっと明るくしてプリント、はい、それからコントラストを上げたり下げたりっていう風に何かの調整、ね、作業をやる、一回一回プリントして確認しながら進めていくんですね、うん、そうやってフィルム写真を経験したことのある人、まあ多分この CP プラスに来てるですね写真家の方ほとんどそうだと思うんですけど ね、暗室経験があるっていうところがね一つ大きいかなと。そうやって写真とかプリントを見る目を養ってきてるんです。でまあ、こういうふうにですね、違いを確認したりとか、するんですけども、私の場合はですね、はい、こういうふうに赤字をね入れて調整ポイント、まず皆さん結構あのロープラス JPEG で撮られてると思うんですよ。だからその JPEG をまず何もせずにストレートで出力して、まあ、それに足りない分をまあ、どうレタッチしていくかを、まあ、ここに書くってことですよね。そうですね。でもこれもいきなりはね、はい、そうですね、うん、これが書けるのが、まあ、難しいとは思うんですけど、ね、いきなりここに行くのは大変なので、はい、やっぱり目を養うポイントとしては比較する、はい、ですから先ほどね違いを確認を、ね、するっていうことですね、はい、でこれもやっぱり近いと分かりづらいので、こういうふうに離れて比較する、こういうことを繰り返していくうちにですね、こういうふうに自分の写真1枚パッと見たときにここを調整した方がいい、いろいろ見えてきます、はい、でその方法をですね、はい、ちょっといくつか紹介していきたいと思うんですけども、実際にですね、実際にじゃあちょっと DPP を立ち上げてみましょうか。パソコン画面でそのこういう、ね、調整をやると、例えばこの写真の場合ホワイトバランスを、ね、オート雰囲気優先で撮ってるんですが、これを太陽光にねパッと変えると、 どうですか、なんか変わりました、変わってはいるんですけど分かんないでしょ、なかなか気づかないですよね、はい、変わりました、まあ、分かりました、なかなか分からない、これねプリントで比較するとねはっきり分かります、こういう微妙な違い。じゃあちょっとそれを体験してもらうべく、う、ね、ちょっと今からオート雰囲気優先と太陽光でプリントしたものを、うん、この写真ですね、まあ、ちょっと2枚お配りします。でこの画像はあのデジカメウォッチにもね、はい、上がってるので、プリントとスマートフォンの見え方とかね、そういうものを ね比較したりとか、ね、ちょっと比較してみてください、うん、多分もう皆さんすぐ違いが分かるんじゃないかなと思うんですよ。なので画面だと見づらいと思うんですけども、あのプリントだとすごく、あ、2枚セットなんでね、ぜひ2枚でこうついでみてください、違いを見てください、何が違うか、上と下、オートと太陽光、何が違うか
違いますよね。今ねこれはね先ほどのね写真よりは違いがね分かりやすいと思うんですよ、画面でも。でもプリントの方がもっと分かりやすいと思うんですよね。まあ、ちょっとポイント、じゃあ岡島さん違うポイントを少し解説してもらっていいですか。違うポイントの一番はやっぱりあのこの壁の白さが違うでしょ。白い壁だいぶ違いますよね、うん、オートの方が白いですよね。太陽光だと周りの緑とか芝生の緑が照り返したりとかして緑かぶりがちょっと入ってますね。やっぱりそれだけプリントすると、まあ、皆さんの目もすごく優秀で、人間の目って優秀なんで、うん、やっぱこの比較することによって差が分かると思うんですよ。ただ一枚一枚見てると、まあ、どっちもいいんじゃないかっていう判断になっちゃうので。 それとパソコン画面だと設定を変えると前の印象がなくなっちゃいますからね。まあ、なかなかあれを全部記憶しておくことはできないの でこれあのどっちが正解っていうクイズじゃないので、あのどちらを好みと感じるかを、まあ、自分であの知るっていうことが大切っていうことですよね。でこれ比較することによって先ほどね赤字入れるところにもつながってくるんですけども、例えばこのね壁は白くしたいけども周りの緑の感じとかは太陽光がいいとか、ね、そうですね、うん、そういう場合にはじゃあ、うん、壁を白くで周りの雰囲気はっていう、そういう、まあ、ホワイトバランスの場合だと画面全体に、ね、かかってくるので、これはそれを調整しようと思うとフォトレタッチっていうことに、ね、うん、なってくると思うんですけど、まあ、そういうふうに組み立てて、要するに2枚ある写真の中の、まあ、いいとこ取りをね、うん、するっていうこと。そうするとレタッチとかでどうやっていけばいいかっていうのも分かりますよね。ホワイトバランスの場合あとはその太陽光とオートの中間ぐらいがいいとか、じゃあ色温度いくつにしようとか、色温度で調整できるということにもできます。まあ、どっちがいいかっていう割はその中間とかね、もうさらにもう少しとかっていうのをまあ判断してもらうといいかなと